横綱登場。大きく狙う無敵の浦島。助けに来たぞ。ダメです。そこを動くな。騒ぎを起こしちゃダメです。みんなおたまちゃんをさらった人たちのお仲間です。おたまちゃんの身に危険が及ぶかもしれません。そうか。おたまってガキ、どうやって探す？町の人に聞いても。ある時、オロチの部下たちが好きな家を奪い取り、相撲取りが飛んできたんだから相撲かな。土俵に収まれば何人がかりでも構わねえ。浦島様頑張って。はっきよなかった。浦島。浦島は。へっ。そうか。楽しそうだな。それに対して折れた骨の本数が締めて88本で行方不明者4人よこすんだ。うわーしんばー。そんなやつやっつけて。浦島様はっきよーい。俺の嫁になる決心がついたんだってな。なんと羨ましい。横綱に見初められた女。おーい大きく。嫁？いえ。大きく、これから枕町で興行があるんだっぴ。私には私の思いがあるのです。タマっていうチビスケを、この町のボスの居場所を教えろ。浦島にはちょうどいい女だ。私の方がお似合いよ。アニさん、隅に置けねえすね。もう自分で探せ。行くぞ。邪魔すんな。女。いや、やめてください。ちえへへ。ああっ、悪い、裸の男を切るのはどうかと。拙者は侍です。俺の胸に飛び込んでくるって。身分の卑しい女め。黙れ平民様。お前たちの人生なんぞ。だからね、
おきく。拙者、下人という人間を。
お前への罰でもある。悪霊一族だ。士族の俺の読みになって従える名誉を蹴り、何を機械ハルテ。何だこれ。お前が横綱なら。ゴムゴムの だけやりゃボスも出てくるだろう。だな。ゾロ十郎。まさかこいつも仲間か。ベポ、お前。はスキャン。死ぬか。せいぜい下痢だ。だから川の魚は食うなと言ったの。かわいこぶるな。